まあ、ここに書いてあるようにですね、日本の家はなぜこんなに寒くて暑いというテーマで、まあ、身近な寒さ、暑さの話から実は地球環境の話まで関係してくるよというのが大きなテーマです。で、最近はですね、僕まあ、もちろん断熱以外もいろいろですね、取材して書いてるんですけども、最近はその断熱ジャーナリストという名称も使ってまして、この名称を使ってるのは日本で僕だけなんです。日本で僕だけですから、世界で僕だけなんですけども。10年前は断熱ジャーナリストとか断熱やってますって言ってもね、ピンとこない人がすごく多かった。伝わらなかったんで、伝わらなかったんですけど、やっとちょっとずつね、これ断熱大事だよみたいな知られるようになったので、伝わるようになった。で、皆さんに質問です。どっちを選びますか？考えてください。このおかしな絵。穴だらけのバケツから水が漏れています。上から注いでるけど、なかなかいっぱいになりません。このバケツを水でいっぱいにしたいと思ったら、どっちを選びますか？ A、もっと注ぐ。B、穴を塞ぐ。どちらか。非常に難しい問題です。どちらか手を挙げていただけますか？オンラインの方は考えて、いただけるだけで結構です。じゃあ、A、もっと注ぐだと思う。ああ、よかった。これ、A の人が多いとね、講座が7時間ぐらい必要。正解は B ですね。子供でも分かります。バカにしてんのかって思われるかもしれませんけども、実は日本社会っていうのはずっとですね、社会全体で A を選んできた社会ですね。どういうことかというと、これ家の建物の断熱性能に関する、まあ、クイズなんですけども、建物の断熱性能が低いのに、それを放置して上から注ぐエネルギーのことばっかり減らすなんてどうだろうっていうことを考えてきた社会なんですね。それによって膨大なロスが出てるし、解決できない問題が生まれてしまっている。その象徴としてこういう絵を使っています。まあ、その例えとしてですね、僕よく使ってるんですけど、これは経産省が紹介しているクールシェア。夏は涼しくしましょう。でも省エネにしましょうということを呼びかけているアピールなんですけども、どういうアピールをしているかというと、例えば3台のエアコンをつけていったら2台を止め、一部屋に集まり家族団らんで過ごした。まあ、これまだわからないけども、次、ご近所でクールシェア。自宅のエアコンを止め、ご近所に集まって、ご近所同士のコミュニティを深める。これ、省エネになりますかね。コロナ時代アウトですよね。木陰や水辺といった自然が多く涼しい場所に行く、ゆったりとした時間を過ごすと、これ、外が40度の時アウトですよね。時代に合わなくなる。こういった省エネを進めてるわけです。今度、環境省が冬のウォームシェアっていうのも、家を出て、家のエアコンを止めて、温泉に行こうって。これ、だから毎日温泉行けないじゃないですか。めちゃくちゃそっちの方がエネルギー使うんじゃないかと思いますけども、こういうことをやる前に、日本ってこういうことをずっと推奨して、もうとにかく我慢しよう。省エネイコール我慢だってことを、まあ、政府だけじゃなくてですね、いろんな人に刷り込まれてるんです。だから、原発嫌いだったらエアコンを使ってはいけないみたいな生活をしてる人がいたりとかですね、我慢し、もうそれによって、でも実はものすごいいろいろ問題も出てるわけです。実はそういう我慢の省エネって、欧米では省エネとは呼ばれない。人権侵害って呼ばれちゃう。で、そういう意識が、もう右の人も左の人も、上の人も下の人もみんな徹底してるから健康被害が出たりとか、さまざまな問題につながってしまってるんだよっていうことをもっとやっぱ知らなきゃいけないのかなと思います。じゃあ住宅の話。住宅についてこんなことに困っていませんか？暑い、寒い、結露が起こる、うるさい。あるいは光熱費が高い。そしてエアコンの冷暖房が深い。この中で当てはまるものがある方、手を挙げて。一切困ってないっていう人は手を挙げないでください。何らか困ってる。多いですね。ありがとうございます。で、これ全部同じ原因で起きてるんですね。で、さらに、ここには出ていない健康や家計に関わる深刻な問題にもつながっているのが、家の断熱気密性ということになります。で、日本の住宅の断熱気密性能はどれぐらいなのかというとですね、まあ、これ既存住宅約5000万戸の断熱性能の割合なんですけども、まあ、約30%は無断熱。ゼロです。だから床を剥いだらすぐ土みたいな家。寒いの当たり前ですよね。で、
じゃあ、この次のレベル、断熱等級2とか3とかありますけども、昔作られた基準で、さすがに断熱材入れないとまずいだろうということで、ちょっと入ったんですね。ペラペラだし、施工もいい加減だったりして、実はその断熱材ほぼ意味がないみたいなレベルの。それが36%と22%。合わせると、約9割のお宅が、既存住宅の9割がほぼ断熱してない、ね、等しい家。だから皆さんの家が寒い、暑い、結露で悩んでる、当たり前なの。で、ギリギリ国際レベルで、まあ一応断熱されてるかなって言われてるのが、この断熱東京4。日本の国が現在定めてる省エネの現行基準となっているもの。その家は既存住宅の10%ちょっとしかない。というのが実情です。だから既存住宅の9割がほぼ無断熱に近い、非常に寒い、劣悪な状況なんだという現状は、本当にまず知る必要があって、それをどうにかしない。そこに問題があるんだよ。じゃあ、この9割の話は後に置いといて、残り1割の日本の、まあ、トップ1割がどれぐらいのレベルなのか。日本のトップ1割が一番上のですね、省エネ断熱等級4というレベルで、で、これ下にこう地域が分かれてますよね。那覇とか鹿児島、東京、筑波とか、北海道と書いてありますけども、地域によって同じ断熱等級4という基準でも、断熱等級4っていうのは結局その、これぐらい暖房してこれぐらい省エネになるとか、これぐらいの温度が保てるとか、そういう基準なので、寒い地域だとその基準自体がレベルを上げていかなきゃいけないんですね。地域によって基準が違うんです。ただ、日本社会全体の7割、6割、7割ぐらいの人が住んでるのはこの東京とか筑波とか、地域区分でいうと4、5、6、7と、その辺の地域、結構集中してるんで、その辺のエリアが特に象徴的なんですけど、そのエリアで見てみましょうと。東京のエリア。6地域と呼ばれるところですね。この断熱等級4というのは国際的に比較するとどうかというと、これ、数値が低ければ低いほど、外のエネルギーを伝えにくい、断熱効果が高いということを示した。日本がダントツにレベルが低いというか、数値が悪いというのがわかると思います。韓国とかカリフォルニアとか、それからヨーロッパはもっと低いというか、その性能がいい家に住んでいるということが一目瞭然ですね。これぐらい差がある。これ日本の先ほど言ったようにトップ1割です。残り9割は捨ててよみて、トップ1割でもこんなにダントツに差がある。しかもさらに重要なのは、ただ基準に差があるというだけじゃなくて、この韓国、カリフォルニア、ドイツ、イギリス、フランスとか、こういう数字っていうのは義務なんです。だからもう国がもう何十年前から、これよりも性能の悪い建物は建ててはいけませんよということを法律で決めてるんです。つまり、これらの国で日本の断熱等級4の家を建ててしまうと違法建築とされてしまうということを示しています。日本の場合は断熱等級4は義務ではなくて、これよりも悪い性能の家を建てても許されてきた。で、それじゃさすがにまずいよなという声が高まりまして、ようやく来年から断熱等級4がこれから新築される建物に関しては義務化になるんです。やっと変化が日本にも生まれてきたという状態なんですけど、でもこれから建てる建物って、ね、既存住宅全体からすればわずかの数ですから、なかなか増えていくわけではないですし、しかもその断熱等級4っていうのはレベルはご覧の通り非常に低いレベルなんだということを知っておいてください。で、じゃあ、今まで断熱等級4は日本社会の中で最高レベルの基準だったんです。で、それが最低基準、義務化されるってことが最低基準なんですけども、25年の最低基準に伴ってですね、それより上の断熱等級5、6、7っていうのは3つが先だって決められたんですね。だから日本社会でもちょっとずつもうちょっと上のレベルに上げていかなきゃいけないよということが言われていて、このヨーロッパとか、アメリカとかの基準、最低基準に匹敵するのは大体等級6以上ないと世界の基準には合わないっていうことが言われて、今、大手ハウスメーカーで ZECH がすごいよみたいな CM 結構やってる。ゼロエネルギーハウスってね、ZECH
ZEH と書いて、ZECH と読むんですけど、それが宣伝が結構されてると思うんですけど、残念ながら ZECH の断熱基準って等級5なんです。だから今までよりはちょっといいけど、国際的に見ればまだまだレベルは低い。だそういう宣伝に騙されないようにしてください。これから新しく家を建てるときは、方は、くれぐれもですね、等級6以上で建ててほしいなと。だ結局問題とは基準が低いってだけじゃなくて、義務化もしてこなかった。それは非常に企業の側も政府の側も問題があったのではないかということが言えると。ではまた質問です。皆さん、エアコンが苦手ですか？エアコンがちょっと苦手だって方って言われてます。3分の1ぐらいですかね。はい。割と直風がつらい。乾燥する。足元がスースーする。ちゃんと温まらない。夏は冷えすぎる。こういう不満を持っている方結構多いですね。でもこれも実は、電気代がかかるんです。エアコン自体のせいじゃない。どういうこと？エアコンすごい嫌いだっていう人多いんですけど、エアコンのせい。で、さっき言ったように、建物が、日本のエアコンの性能って世界トップレベル。でも建物がダメだから、いかにこうエネルギー作っても出てっちゃう。出てっちゃうと、だから例えばな冬なんかは暖かい空気上に行きますよね。だからいくらこう孵化しても足元が寒い。で、頭の方からこう天井が断熱されてる、どん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 こう外に抜けていっちゃうんですよ。頭の方がぼーっとして足元が冷たいっていう循環。こう出力を上げれば上げるほど、外の隙間からどんどん外気の冷気が引き込まれてきます。で、冷気は重いので足元が冷える。という悪循環が起きてしまうんですね。でも、家がちゃんとしてるとそういうことが起こらないので、エアコンの悪いせいではない。建物が悪いんだということですね。他の問題もですね、ほとんど建物のせいでこういったことが起きてきてたんだよということになります。断熱時どれぐらい違う？これは冬の、それぞれの断熱時4、5、6、7の等級で、エアコンそれぞれかけてます。で、室温、温度ムラがどうかっていうのを、まあ、サーモグラフで見たところですね。エアコンついてるんだけど、等級これ4ですね。4の場合は、やっぱ全体が緑色。で、窓の部分が非常に冷たいので、窓から冷気が下の方に来て、下の方がより冷たく。温度ムラが出てしまって、エアコンの暖気が全体に行き渡らない。断熱等級5は少しマシですけど、やっぱり上と下との温度ムラが結構ありますよね。床温度は冷たい。で、人が快適に感じる温度って、大体温度計ってこの1.5メートルぐらいって置いてあったりするんですけど、その温度だけじゃなくて、足元と天井と壁と全部の温度が大体似たような温度の時に快適に感じる。でも、それは温度ムラが大きいと不快に感じるんですね。で、断熱時6以上になると、6、7とかになると、同じようにエアコンがついてるんですけど、まあ、全体温度ムラがほとんどない。20度以上床が保つ。エアコンの性能を活かせるのは断熱時6以上なんで、エアコンの上数表示とかってもはっきり意味、ほとんど意味ないんです。断熱等級がちゃんとしてれば、エアコンの上数表示より低い、数字のもの、実際の上数よりも低い、まあ、10畳の部屋で6畳用を使っても全然問題ない。そういう関係にあります。で、建物性能が悪いとどんなにこう大きいエアコン使ってもなかなか快適にならない。むしろ直風とか乾燥とか悪い方向に行ってしまう。ね。エアコンでも、等級6以上なら足元が暖かく。じゃあ今度健康の話。どっちの死亡者数が多いですか？交通事故死と溺死。溺死といっても川や海で溺れた人だけではなくてですね。これは川や海で溺れた人は入らずですね。お風呂場で倒れた人。どっちの方が多いですか？交通事故死だと思う。はい。溺死だと思う。はい。そうですね。交通事故死は2150。浴槽内での溺死は4750。倍ぐらい。倍以上ですね。違うということになります。ただ、これは死因として溺死、水を飲んで溺れちゃったということで判断された人だけです。で、今回、取り上げるテーマの、まあ、ヒートショック的な意味の、
で、倒れて亡くなられた方の数は入ってないんです。そういう方も入れると、推定約年間2万人の方が亡くなっているであろうと言われてるんですね。で、まあ、溺死せずとも浴槽とか脱衣所で倒れて意識を失って、脳血管に障害があるという場合は脳血管疾患ですし、心筋梗塞で倒れられた方は心疾患と判断されるので、溺死とは診断されないんですけど、そういう方も含めるとっていうことですね。で、まあ、その理由の一つが、まあ、ヒートショックである。で、暖かいリビングから、まあ、冬の寒い脱衣所で裸の。日本の住宅って理不尽だと思いませんか？なんかこう、裸になるところが一番寒い。それは倒れますよね。そこを何とかすれば、対策すれば改善できるってことでもあるんですけども、そこでこう一気にそう寒い寒いって血圧が上がって、で、寒いからお風呂を熱くする。熱くするとお風呂入って急にこう血圧下がるんですね。で、その変動で意識を失っちゃう方は結構。で、医師は、お医者さんたちは、ヒートショック対策として浴室暖房しましょうっていうんですね。だから、バカでかい浴室暖房機とかつけてる方が増えてきたんですけど、この間、かみさんの実家の、まあ、築40年の木造住宅、すごく寒いんですけど、浴室暖房機を冬に使ってみたら、もうエアコン3台分ぐらいの電気使うんで、裸になった状態で停電したんですよ。だから断熱してない家で暖房だけでカバーしようとすると、えらいことになるよ。えらい増えで停電しなくても、すごい光熱費かかっちゃうんですよね。これってサステナブルではないっていうか、光熱費がもったいないから使うのやめようみたいになっちゃうので、暖房使うにしても断熱からまずやろう。セットでやろうっていうのを当たり前にする必要があるのかなと思いますね。じゃあ、冬の寒さで亡くなる人の割合はどの県が比較的多いと思われるでしょうか。寒いと思われてる北海道、青森、まあ、沖縄はね、ちょっと特殊です。新潟、秋田って割と寒いような地域が比較的少ない。これ夏の時期とか他の時期に比べて冬の寒い時期にどれだけ死亡者が増えているかという割合ですね。それが一番少ないのが北海道。一番多いのが栃木、茨城、山梨、愛媛、三重、鹿児島、静岡、滋賀、香川、熊本、和歌山。あったかい印象のある。油断してるんですよ、みんな。うちはもうあったかいから断熱なんか関係ないよ。でも意外と冬の朝晩温度がガクッと下がる。で、油断して倒れる。で、これ、地域性の問題でもあるんですね。じゃあ東京はどれぐらいかって、まあ、上から10番目ぐらいではある。ああ、よかった。東京は割と少ないわ。っていうことじゃないですよ。問題は、冬の寒さで亡くなっている割合が北海道より東京の人が多いっていうことですから、もっと頑張らなきゃいけない。北海道ほど頑張らなくても、防げる死者とか倒れてる人とかっていうのを減らせるわけですから、もっとやる必要があるんですね。断熱って大事なのは、やればもう簡単に答えが出る。なかなかこういう施策ってないんですよ。だからすごく簡単だし、重要なこと。みんなが知らないだけなんですね。で、国際的にはどうかというと、リビングだけじゃなくて、全室18度以上にする必要があるよっていうことを WHO が強く勧告してます。これ2018年。もう全室冬は18度以上当たり前。で、それなぜなら、よその国ではさっき言ったように、ちゃんと断熱がされてて、ちょっと暖房すれば、転換暖房つって、個別、日本はもう個別に部屋を仕切って、そのいる部屋だけを暖房する。それ全体が寒いのが当たり前だから、その部屋だけ暖房して光熱費を節約するわけですね。でも、欧米ではもう全部開け放ったりして、全部の部屋に暖房を行き渡させて、温度差が少ないというのが当たり前になってます。だから全室18度以上って基準を国際機関が出せる。でも日本でこれ、さっきの、ね、無断熱みたいな家が多い国でそれをやったら、えらい光熱費がかかっちゃって、冬に月10万円とかね、かかっちゃううちがあるので、それできないんですよね。だからやっぱり断熱をセットでやりなさい、そういう。うちはっていうことを推奨してるんですね。で、この
こういう、国際機関の提言なんかも、日本社会がちょっとずつ変わってきた理由の一つにもなっています。実際、日本では9割の家庭が18度を保ててないということも調査されて分かっているんですね。これは変えなきゃいけない。だから日本は国際社会で最もヒートショックの多い国になってしまっているんですね。でもヒートショックって高齢者だけの問題でしょって思われがちですけども、高齢者だけじゃなくて、比較的若い方も亡くなってますし、そしてヒートショックだけでもないですね。冬の寒さ、あるいは結露がもたらすいろんな体の健康への問題っていうのは様々あってですね、これはレベルの低い家からレベルの高い家に住み替えた人の実感ですけども、ほとんどいろんな喉の痛み、咳、あと鼻咽皮膚炎、手足の冷え、目のかゆみ、アレルギー性結膜炎、アレルギー性鼻炎、ここでは一例ですけど、他にも様々な症状が家が暖かいことで改善しているということが分かってきているということですね。で、冬の寒さの話しましたけど、夏もやばいわけですね。去年、観測史上最も暑い夏と言われましたけど、今年はおそらくもっと暑いんではないか。わかりますよね、感じで言うとね。5月から熱中症心配しなきゃいけないみたいな。とんでもない変化ですよね。で、これって異常気象とか言われてますけど、異常じゃないんですよ。もう予想通り、予想以上を、予想を上回ってるというだけであって、この傾向はずっと続きます。だから本当に考えていけない。どんどん熱中症増えていく。で、熱中症の発生場所は4割が住居内です。で、今のところ倒れてる方のほとんどは、高齢者で、しかも室内でエアコンをつけてなかった。だから、エアコンをつけっぱなしにしましょうという呼びかけがされてます。でも先ほど言うように、スカスカの家でエアコンつけると冷えすぎちゃうとか、不快だから、あるいは光熱費がかかりすぎちゃうから嫌ですという方が多いってつけてない。だから建物が良くないからエアコンを使いたくなくて、その結果熱中症になっている方が非常に多いですね。それ以外にもですね、高齢になると皮膚のセンサーが弱まってきて、実際は暑いのに暑く感じないとかっていう、現象もありますし、あとそのエアコン自体が昔は高級品だった。それからエネルギー消費量が昔は非常に高かったので、贅沢品だから使いたくないっていう意識もあるんですけれども、その辺も変えていく必要はあるかなと。ね。で、今度はお金の話です。この黄色い線は、先ほどの断熱性能4、断熱素牛4の省エネ基準の家、のランニングコスト。ですね、この赤い線は断熱時6の家を建てた場合のランニングコストになります。初期投資はもちろん断熱をした家の方がちょっと高くなるんですけども、時間とともにですね、どん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 光熱費がかからない分、うちのがお得になる。ちゃんと性能のいい家を断熱した家の方が長期的に見ても経済的に得しますよということも明らかなんですね。で、断熱ってすごい地味なんですけど、勝手に働いてくれるんですよ。一度設置したらなかなか壊れない。ね。設備は太陽光にしろ、エアコンにしろ、もう壊れますけど、どうしても。断熱材壊れませんから、よほど内部結露とかしない限り。何十年も使い続けられる。非常に優秀。で、それで毎年光熱費を削減してくれるわけですから、非常に優秀なんです。ただ、壁とか屋根の中に入っちゃうと目に見えないんで、なかなかイメージが湧かないから、誰も気にしないってことになってきちゃったんですね。だから皆さん、自分の住んでいる家にどれぐらいの厚さの断熱材入ってるか考えたことないですよね。もちろん触ったことはある人ももっと少ないと思うんですけども、でも、自分が住んでいる家の性能のことを考えたことがない社会ってやっぱり良くないんですよね。で、特に家は購入するにしても賃貸に住むにしても人生の中で一番お金を使うものですよね。それに、その性能について見栄えばっかりみんな気にするんですけど、性能のことを誰も気にしなかった。それはもう業界と政治の問題なんですけど、
一般の人も意識を高めていく必要がある。で、それによって、日本のトップレベルの断熱時読んでさえ、こんなにこうお金を損してきたということですね。それはやっぱりちゃんと考えてるし、ずっとランニングコストを減らしてくれる存在なんだよっていうことを意識する必要があるかな。じゃあ、具体的に家のエネルギーはどこから抜けますか？この開口部という。書いてある。まあ、ほとんど窓ですね。夏も冬も半分以上のエネルギーが窓を通して入ったり出たりしてきています。窓と、まあ、ドアも影響あるんですけども、ドアは1箇所ですから、窓たくさんある窓が非常に重要。窓対策ですね。で、窓のサッシは何でできているかっていうと、何でできています？窓のサッシ。お宅の窓。アルミ。はい。アルミ以外の窓に住まれてるとどれぐらいでしょう。ほとんどアルミです。はい。アルミですよね。で、アルミってめちゃくちゃ熱を通しちゃうんですよね。アルミ缶に熱湯入れたら触れないですよね。ものすごい熱伝導率が高い。寒さ、暑さ、そして結露する。で、結露を当たり前にするから、日本のホームセンターでは結露対策グッズが山のように売ってる。で、結露をするとカビが生えます。結露も大変じゃないですか。どうしても全部は拭ききれないんでカビが生える。カビが生えるとカビを餌とするダニが増えます。だからさっき、紹介したアレルギーとかになりやすいんですね。体の不調。それから建物の耐久性。まだ表面に出てる結露っていうのは手で拭けるんで、取りやすいんです。壁の中にアルミサッシがこう入っちゃってるケースは、まあ、ほとんどアルミサッシの半分ぐらい壁の中に入ってる。そう、壁の中で結露したら拭けないですよね。それが、いろんなものにカビを増やしてですね、断熱材を、それこそさっき言った内部結露というんですけども、内部で腐らせたり、柱を腐らせたりとかってことにもつながっていって、耐久性を弱めてしまうという、だから地震への耐震性なんかも、これも結構ダメージを与えてるんだよ。あと、家が傷みやすくて、いろんな悪循環をもたらしてね。とはいえ、こう、家の窓のサッシがアルミなんて当たり前じゃないかと。どうするんだと思われる方多いと思うんですけど、当たり前じゃないんですね。アルミサッシが主流な国は、先進国では日本だけです。なぜなら、まあ、先進国、他の、まあ、冬に寒くなる、特にね。そういう先進国、先ほどの断熱性能の基準を決めて義務化しているような国では、樹脂窓とか木製サッシを使っています。で、樹脂とか木製のサッシに比べてアルミは熱伝導率が1000倍から1400倍高いんです。だからそれは使えませんよね。で、ドイツとか北欧ではまず家の中でカビを生やさないような研究を工務店とか大工さんがするんです。家の中でカビが生えるような家を建てたり売ったりしたら、それはもう重大な瑕疵である、ミスであるということで、裁判で訴えられて間違いなく負けます。結露なんか起こしちゃいけないものなんです。日本は起きて当たり前だから、ホームセンターに結露対策グッズが山のように売られる。それぐらい差がある。それはもう結露対策だけで非常に重要ですよね。日本の窓は残念ながら致命的に性能が劣ってるんだよ。これは、誘致といって、今度は窓の性能を測る数値があるんですね。これも数値が高ければ高いほど、外の熱の影響を受けてしまう。これはアルミサッシのペアガラス。クソガラスを、まあ、数値化したものですけども、4.65です。うちはペアガラスだから大丈夫と思ってる方もいるんですけど、違うんです。アルミサッシだと性能が悪い。じゃあ先ほど言った基準を決めてるような国ではどういう窓を使ってるかというと、こんな窓です。樹脂サッシでガラス3枚。これドイツでは特殊な窓じゃなくて、当たり前のように、どんな粗末な建物でも窓は、こういう窓を使ってます。で、ホームセンターでも売ってます。すごく安く。ペアガラスなんていう性能の悪い窓はもう誰も使わないので、むしろそれを買おうとすると高くなってしま
ぐらい差があるんです。じゃあ、この窓がどれぐらいの誘致なのかっていうと、まあ1.0かそれ以下です。これはもう当たり前なんです。どこ行ってもこういうのが使われてる。これぐらい、4倍以上ですよね。しかも、アルミサッシのシングルガラスなんてもう7ぐらい数値がいっちゃって、あと1個だけでも7倍、8倍熱を通しちゃう。それぐらいの差があるわけですね。で、このアルミサッシの複層ガラスと、まあ、日本でも最近樹脂サッシのトリプルガラスという、まあ、高性能な窓が出てきたんですけども、真夏、外が35度の時、室内を25度に保った場合、ガラスの温度とサッシの温度はどうなるかっていうのを計測した YKK のテストですけども、やっぱりもう明らかにアルミサッシの方が熱くなってます。真っ赤っかですね。で、窓の面が30度から40度。もう外より暑くなっちゃったりする場所。で、トリプルガラスの場合はそんなに温度が上がらない。トリプルガラスで樹脂サッシ。で、しかも温度ムラもないですよね。これぐらい差があるんだよっていうのがわかる。まあ、窓だけじゃないんですけど、窓に象徴される日本の断熱性能の危うさというか、まずさっていうのを一旦ご紹介しました。今までのお話をまとめるとですね、残念なんですけども、日本の住まいは不快で不健康、エネルギー浪費型でお金がなくなるという家にみんな住んできちゃったんだ。そういうのにな、そういうのが当たり前になってきたから誰も疑問を持たなかったんだということになってしまうんです。家だけじゃないんですよ、本当は。ビルとか、まあ、こういう公共施設とかもそうですけども、断熱のこと何も考えてない。で、エネルギーはどん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 抜けていく。で、省エネしなきゃいけないって言って我慢して寒い寒いと言って風邪をひく。そういう悪循環が全国で繰り返されちゃって。最近できてる立派なビルとかもガラス張りだったりして見栄えはかっこいいんだけど、すごいエネルギー効率がある。そういう建物ばっかりですよね。そこを見直していかないと、これ日本中でやってるのもったいなくないですか？お金が有り余ってるわけじゃないですよ。光熱費ってどんどん出ていく。それ変えましょう。で、変えられるんです。断熱したら社会が劇的に変わる。それが今日のお話の肝になります。こんなまあ、ある意味簡単な解決策がある社会モデルって少ないですよ。いろんなね、問題って相互に矛盾したりして、これをやるとこっちが立たないってあるんですけど、断熱はそんなにお金かからず、やれば効果が出ることが分かってるんだから、やるべきなんですね。で、さっきの残り9割の既存住宅どうする？新築でこれから建つものはレベル高い。話ありましたけども、新築だけじゃないですね。できることいっぱいあります。まずはさっきのレベルの低い窓を強化しましょう。外の窓を変えるとちょっとコストがかかってしまうので、内窓というのがですね。窓の内側にもう一つもあるんですけど、これコストパフォーマンス非常に高いので、ぜひお勧めしています。これは先ほど言ったかみさんの実家の脱衣所が非常に寒いので、僕が勝手にというか、お願いして内窓をつけさせてもらいました。見た目はこんな感じです。ペアガラスの、樹脂サッシの内窓ですね。もともとあったガラス1枚のアルミサッシの窓と合わせるとガラスが3枚なるということですね。で、もともとのガラス2枚の時は、やっぱりガラス1枚。ガラス1枚のアルミサッシの場合は、やっぱり窓の部分が弱点になって、黒く映る方が寒いってことなので、冷気が来てたわけですね。で、内窓をつけると、温度ムラがなくなりました。全然違う。これ別にあったかいわけじゃないです。画面の中で温度ムラがあるところが温度、色が変わるので、まあ、この辺とかちょっと青くなってますけども、まあ、内窓をつけると窓が弱点じゃなくなりますよ。こっち側で暖房を入れるとさらにその暖房の威力が増します。片方を開けるとやっぱりこんな感じ。暖房も何も入れてなくても3度ぐらい差が出てますよね。だからすごく効果がある。内窓めちゃくちゃ効果がある。地味ですけど。ぜひつけてみてください。この中で内窓つけたことある人います。つけてみて、まあ夏ももちろん効果ありますから、その効果を周りに言いふらしてください。そう、口コミって非常に大事ですから。
夏はそれだけじゃ、もちろんその内窓って暖気冷気ね、大幅に軽減してくれるんで、夏も冬も効果あるんです。ただ、直射日光が入ってしまうとさすがに内窓つけてても暑くなっちゃって、夏の対策は遮熱も大事。直射日光対策。窓から直射日光入れないことが非常に大事で、そんなの知ってるよ、カーテンとかブラインドつけてるよってね、皆さん思われるかもしれないですけど、カーテンとかブラインドって窓の内側じゃないですか。窓の内側だと一回直射日光が入っちゃうので、まあ熱の3割から4割ぐらいしか減らせないんですけど。で、窓の外側に、まあすだれでもいいんです。とか、オーニングとかいろんな布をかけたりとか。その窓の外側で遮熱すると熱の8割をカットできます。劇的にこれも効果があって、直射日光がきつくて暑くなる部屋、暑くなる窓があったら、そこを重点的に窓の外で対策してください。遮熱は窓の外ってことを覚えておいてください。窓の外で遮熱した上で内窓つけたらかなり性能が変わります。冷房の効きも格段に良くなります。で、まあ、すだれでもシェードでも、なんでもいいんですよ。窓の外で直接。逆に冬はできるだけ太陽の熱で部屋を温めるんで、すだれがね、すだれいいんですけど、一回つけちゃうと冬もつけっぱなしの人結構いますよね。そういうのは逆にもったいないっていうことになりますね。で、グリーンカーテンとかって前は推奨してたんですけど、最近はもう暑すぎてですね、ヘチマとか死んじゃうんですよ。ちなみに、だからもう、僕あんまりグリーンカーテンなんですけど、グリーンカーテンあんまりおすすめしてなくて、じゃあ布とかすだれとか。かけてほしいなと思ってます。で、他にもですね、まあこれはマンションの断熱リフォーム。まずマンションに内窓を入れる。マンション住まいの方とか結構いますよね。マンションは外の窓を変えるのって管理組合で協議しなきゃいけないんで大変なんですけど、内窓ならつけられるんですね。で、マンションって一戸建てに比べて窓の数が限られてるんで、内窓の断熱効果ってめちゃめちゃ効くんです。で、コストもそんなにかからない。だからもう絶対やってください。やらなきゃ損ですよ。すべての窓につけてもそんなにお金がかからないって。で、これはマンションの断熱回収で、窓だけじゃなくて、壁も厚くしたケースですね。壁の内側に断熱材を入れるってこともできますし、まあ、DIY レベルでもですね、実は床の断熱ってのもできる。これは床の上に床を張る。まあ、ちょっと床が高くなっちゃうんで、中古の家とかしかできませんけども。あと、業者に依頼すれば床の下に断熱材を入れてくれる工事とかも、まあ、比較的お金かけずにやってもらえる。まあ、屋根の断熱。屋根の断熱は、うちは屋根の中に断熱材30センチぐらい入ってる。で、外が40度でも全然ロフトでも寝れるっていうぐらい影響を受けないんですよね。ロフトめちゃくちゃ普通暑いですよね。それ断熱材が薄い。それぐらい断熱材効果あるんで、夏は暑対策としても冬対策としても、窓の次は僕は屋根をおすすめしてます。で、もちろん床もさらにやれば足元冷たくなるので、床と屋根ですね。それは非常にコストパフォーマンスも窓の次にはいいのか。壁はどうしても面積が多くなっちゃうので、コストが高くなっちゃうのかな。ここはありますね。まあ、断熱回収しましょうって。でも高いでしょって言われるんですよ。もちろん、こう、効果を実感したことがない人いる。じゃ何十万ですよとか言うとね、うわ、ちょっと、もうちょっと100均とかでできることないですかって聞かれる。100均とかでもあるんですよ。隙間テープっていうね。あれ結構こう、意外とお金の割には、ね、効果あるんですよ。ドアとか窓の隙間にこう詰めて。でも、それだけじゃね、やっぱりでっけかいあるんですよね。やっぱりある程度お金かけてでもやった方がいい。でも、そのお金って単なる出費じゃないんです。断熱は未来への投資なんですよ。さっき言ったように、乱入コストを毎年減らしてくれる。こんなね、投資しましょうって。まあ、NISA やりましょうとかあるじゃないですか。ね、投資したって勝てるかどうか分かんないじゃないですか。儲かるかどうか。いつ株が騒がるかも分からない。こんな絶対に儲かる投資なんて他にないんですよ。本当に断熱回収って絶対に儲かる投資なんです。やらなきゃ損ですよ。必ず儲かる。で、未来のための、未来に資金回収できる仕組みになってるんです。お金がこう、助かるってだけじゃなくて、さっき言った健康の効果とかね。
あるわけですから、建物の価値も上がっている。去年と今年、で、やっと国も動いてですね、あんまり省エネとか断熱とか頑張ってこなかったんですけど、大幅な補助金を、先進的窓リノベ事業、他にも断熱リフォームもあるんですけど、特に窓に力を入れて、窓の事業で総額1000億円の補助金が出ています。25年度出るかどうか分かりませんから、今のうちですよ、申請して。だから、半分ぐらい最大補助してくる。100万、200万とかって補助になる可能性もあって、ぜひ今のうちやってください。これ別に僕、内窓業者の回し者でも何でもなくて、一銭も僕に入ってこないんですけど、これやらなきゃ損だよ。みんな知らないんですけど、絶対やった方がいい。で、補助金、何でも補助金って出せばいいわけじゃないですよね。で、全然違うんですよ。未来への投資の断熱回収と、ガソリン補助金って今6兆円以上出てますよね。国際価格が上がっちゃえば、それに応じて出さざるを得ないみたいな仕組みになってて、もういつまで続けられるかわかんない。これ莫大な額ですね。で、為替レートが変わると一緒にして消えちゃいますよね。これって何の未来への投資にならないわけですよ。今使って終わり。しかも化石燃料の補助みたいなことになってるんで、化石燃料みんな使い続けちゃうっていうことですよね。化石燃料産業が生き続ける現況にもなって。こんなのはやめた方がいいんですよ。だもっと次の世代もこの断熱をして建物を良くすることで低コストで使い続けられる建物を価値を提供し続けるというのは未来の本当に投資なんですね。そういうお金の使い方をしていかないとこの国はもう持たないので、ガソリン補助は切り替えなきゃいけないですけども、史上最大の1000億円の窓の補助金ですって言っても6兆円に比べればビビったる額です。だからそこはやっぱり発想を変えなきゃいけないんです。じゃあ賃貸の方。今までのは持ち家の方でした。賃貸の方でもできるの、まあさっきのも隙間テープとかもちろんできるんですけども、まあおすすめしたいのがやっぱり内窓ですね。メーカーが作る内窓はつけられないんですけども、こういう簡易式の DIY で作る内窓キットっていうのをホームセンターでもネットでもサイズを指定して注文すれば、こういうプラスチックのレールとですね、プラスチックの窓のセットが送られてくるんで、それを1時間ぐらいで組み立てて付けられる。これ、性能はそれこそメーカーの窓ほどじゃないんですけども、でも、やんないよりはですね、全然あると違う。冷暖房の機器が全然違うので、これは冬ですけども、つけてないとこはやっぱり寒くなっちゃいますよね。それぐらい差が出るんで、効果あるんで。あとは僕の知り合いの DIY のモさんみたいな人が、障子の断熱っていうのも、このプラスチックの段ボールみたいなのを切って、貼り付けて、障子を暖かくしたり、そういうこともやってます。で、結構今 YouTube でですね、DIY で断熱してみたみたいな、結構いろいろやってる人がいるんで、そういうのもぜひ参考にして、DIY 得意な人だったらですね、いろいろ賃貸でもできることあるよ。諦める必要はないんだよってことを実感してほしいなと。やればやるだけ効果があるんで、僕は断熱は裏切らないって言ってるんですけど、どっかで聞いたことあります。筋肉と一緒なんですよ。で、ちゃんと、これやったらこういう効果が出る。それ誰がやっても同じ効果出るんで、予想外のこと起こらないんですね。だから、暑い寒いを言ってか、光熱費高いとか文句言っても何にも変わらないんですけど、断熱すれば未来が変わるんだってみんなに知ってほしいなというふうに、思います。で、実は、僕は本には書いたんですけど、あるきっかけから、エコハウス、まあ日本トップレベルのエコハウスに住むことになりまして、全然一戸建てなんて買うつもり全くなかったんですけど、収入の不安定なフリーライターですから。で、ただ、こういうね、エコハウス、欧米のエコハウスは、外が0度でもですね、室温がほとんど暖房使わなくても全室20度ぐらい保ってる家が普通にあるんだよとか言われるわけですよ。信じらないじゃないですか、自分が体験したことない。こんなまた大げさでしょって思うんですけど、だから自分が体験してみたい。スウェーデンには行けないけど、どっかないかって探したら埼玉県川越市にあったんですよ。スウェーデン行かなくていいじゃん。宿泊体験するもできるモデルハウスに夏も冬も泊まってみて、もう衝撃を受けたんですね。
で、まあ、本当に外が寒くても室内、その日は全く無暖房なんですけど、20度、裸足で歩けましたし、冬、まあ、夏も最小限のエアコンを1台薄くかけとくだけで全室25度前後、安眠できました。あ、こんな世界が違うんだな、熱するだけでっていう衝撃を受けたんですね。そしたらそのモデルハウスは使って3、4年だったんで、地方の工務店の場合は、モデルハウス建てて3、4年使って誰かに売ってまた新しいのを建てるっていうビジネスモデル使ってるんで、なんとその工務店の社長が取材のために宿泊体験しに来た僕に、高橋さん、この家どうですか？結構営業されたんですね。なんか買うわけないでしょって、あんたバカじゃないのってぐらい思ったんだけど、でまあいろいろその後に半年間いろいろ逡巡しまして、中古アパート買って断熱して住もうかとかっていうのを考えたんだけど、でまあこれを知っちゃうとなかなかこう、あ、なんかあの暮らしいいなとかってね思ったりとか、あと、一番重要だったのはその、なんていうんですかね、このまま放っておいたら、これ別に僕はその家を買う必要はないんですよ。賃貸でも全然良かったんですけど、このまま放っておいたら日本にそういう高性能な賃貸とか住宅が当たり前になるのは僕が死んでからだろうなとかっていうふうに思ったんですよ。だから、こういうのも特殊じゃなくて、みんな、社会に広げられるんですよっていうことを住みながら発信しようと思って、で、面白いじゃないですか、こう、ね、宿泊して、その、エコハウスを取材したライターはいっぱいいますけど、取材したエコハウスに住んでるライターは僕だけですから、だから、断熱ジャーナリストって名乗るようになったんですね。で、説得力があるんですよ。なんか断熱気密とか言うと、いまだにこう、なんか気密、こう息苦しいとかね。そういうイメージがあるからいろいろ言われるんですけど、全然息苦しくないですよ。領地来てみますとか言って、年間も200人ぐらいお客さんを呼んだりしてましたけど、まあそういううちです。はい。それで今、僕は川越、飛んで埼玉で川越市民に東京都民からなってしまったんですけども、で、ちょっとこれ分かりづらい、これね、縦線、グラフの数値が全然違うんで分かりにくいんですけども、これ冬の外気温です。2度から15度ぐらいまでこう、どんどん、いや、外気温ってすごい変化しますよ。こっちも夏の外気温で、26度から34度かな。すごい変化してます。でも室内のメモリ自体は違っててですね、これ冬は下が21度で上が25度なんです。ほとんど2度、1度、2度ぐらいしか変化、1日の間で変化してない。こっちは夏は、25度から27度とかっていう上下のこれで、まあ、ほぼ変化してないですよね。うちのカーソルでさせないです。ああ、ズームの方は。ちょっとね、あ、これどうやって、これで見え、あ、あ、見これえまです、見え見えまます。すね、これ。ズームの方はね。はい。これ縦のメモリが見づらくてすいません。で、上が外気温で、下が室温ですね。で、いずれも、2階建ての一軒家ですけれども、夏も冬もエアコン1台しか使ってません。で、ほとんど、電気代は、夏で言うと、エアコンも含めて、全部のエアコンで月4000円ぐらい。で、まあ、冬だと、まあ、もうちょっと上がりますけど、7000円ぐらいですね。しか使ってないです。エアコンだけの電気代って切り分けられてないので、わかりませんけど、まあ、ほとんど影響ないっていうぐらいですね。数千円ですね。そうすると電気代が上がっても上がり幅が少ないので、あんまり驚かなくていい。そういう状態になります。温度村です。これ冬の我が家の近所に住んでる友人宅、まあ、友人宅、友人に申し訳ない。友人宅の、普通の、ごく普通のアパート。こたつがあります。あ、これもこれ。こたつがあります。で、上でエアコンつけてます。エアコンの熱がもうすぐその場から上に逃げていっちゃってますね。で、足元寒い。これ日本の木造アパート。普通なんですよね。残念ながら。温度ムラが。だからこの画面に見て虹色になって、あ、綺麗みたいなのは、断熱量が悪いってことですから、暖房が効いてない。せっかくのエネルギーを捨てちゃってる。
これ我が家の同じ日の真冬の無暖房の2階の温度です。22度。で、温度ムラ一切ありません。壁も床も天井も全部22度です。2階は一切暖房かけてないです。1階にエアコンが1台あって、それだけで循環してて、1階も2階もほぼ同じ温度を保ってます。だから断熱っていうのでこれぐらい温度で見てわかるように違うんですね。で、先ほど言ったようにエアコンのせいじゃないんだっていうこと。エアコンもごく普通のエアコンを使ってますから、特殊なものいらない。で、まあ、社会問題の解決にもいろいろ結びつくよって、ね、いろいろな話があるんですけど、今日は2つだけ紹介しますけども、学校の断熱改修っていうのが一部で進んでいます。ぜひ、この阿佐ヶ谷でも、ね、やってほしいなけども、これは埼玉、非常に暑い学校の学校の最上階、小学校の最上階で、めちゃめちゃ屋根が熱いわけですよね。これが、もう40度ぐらい、屋根の方は天井近くにあって、室温も35度近かったんじゃないかな。めちゃくちゃ暑くて、もう授業なんかしてらんないよっていう状態でした。で、そこを、簡易な、内窓はつけなかったんですけど、この直射日光を反射する、アルミの、これ本当は外でやった方がいいんですけど、学校の規定かなんかでどうしても外が使えなくて、内側につけたんですね。で、それから断熱材を切ってですね、壁にはめたりしたことで、劇的に涼しくなったわけじゃないんですけど、かろうじて授業を受けられる30度以下に状態にはすることができたということですね。子供たちは、もう暑すぎて勉強どころじゃなかったのがだいぶこう変わったとか。で、2018年に、熱中症で亡くなったお子さんがいたことで、一気にその学校へのですね、エアコン導入進んだんですけども、本来は断熱とセットでやるべきだったんですよね。それがなかったことで、大型のエアコンがついて余計お金がかかりました。そしてエアコンを吹いても、どんどん抜けていっちゃうから、無駄に、ランニングコストがかかります。財政が自治体の財政を圧迫しますということで、できるだけ学校はエアコンを使わないようにしている学校もあるわけです。30度までは使っちゃいけないとか、そういう規定を設けているんですね。で、高校で、沖縄の高校でもっと、そこら辺を柔軟にしてほしいっていうのを生徒が声を上げて、ルールが変わったような学校があったりとかですね、そんなことやってるわけですよ。それをやっぱ変える必要がある。それはやっぱ断熱とセットで変えないといけないし、それは、単年度でね、光熱費の差だけで収支回収はできないですけども、それを長い目で見れば、絶対学習効果っていう意味で、子どもの人権っていう意味でプラスになるわけですね。ドイツの小学校では、室温が27度以上になると、校長先生が今日は休みって決められるんですよ。だから、それぐらい、ドイツでは今までそこまで暑くなる日が少なかった、多くなかったので、エアコンはついてない。その代わり、暑さ休みって言って、これぐらいの温度になると人間は勉強なんかできないんだっていう認識があるわけですよね。それぐらいこう、暑さ寒さ人権だっていうのは浸透してる。そこが日本では決定的に欠けてて、我慢が足りないと言われちゃうわけですね。それをもう変えていかなきゃいけない。学校の断熱最初、こういう、ここは、埼玉断熱改修会議っていう、工務店のグループが頑張ってるんですけども、高校生たちが声を上げてやったりとか、そういう動きもあって、本当は、これは、そういう子供たちとか、地元の人たちが、クラウドファンディングでお金を集めてやる話じゃなくて、行政がやらなきゃいけない話ですよね。でも、それぐらい効果があるんだ。で、県としてがっぽわってる自治体が鳥取県。ですね。いくつか頑張ってる自治体あるんですけども、代表的なのが鳥取県で、国を上回る基準を、鳥取県独自の基準をつけて、それに合わせて、補助金の額を決めています。で、そのレベルの建物を建てられるように、工務店に研修をして、その研修を受けた工務店だけが、この補助金を取れるというシステムにしてるんですね。で、県内の補助金の県内の工務店のほとんどが申請をして、技術がレベルアップしてますよという結果になっています。かなりですね、これ結構浸透しているんですね。
まあ、ネストという、ネクストスタンダード、次の当たり前にしようという、そういうキャンペーンなんですけども、先ほど言った国の省エネ基準、断熱東京4とか、断熱東京5の ZEC よりもはるかに上回るレベル、欧米に匹敵するレベルの等級を新しい当たり前にしようということでやっている。で、これは新築だけじゃなくてですね、鳥取の場合は、まあ、中古の断熱リノベーションであるか、賃貸を建てるときも、賃貸のレベルに応じて、断熱のレベルに応じて補助金出すとか、いろんなこう施策を組み合わせて、建物全体を、街の建物を良くしていって、もともとはやっぱりさっきのヒートショックとか、そういう社会保障費の増大をなんとかしようというところから議論が始まったという政策なんですけども、総合的な対策にしているというのが非常に素晴らしいなと。で、まあ、断熱性能が悪いことですね、いろんな危機にもつながるわけですよね。もちろん電気代が高騰して、エネルギー危機。で、今エネルギー大変だよ。電気代高騰して大変だよってみんな言ってるんですけど、突然来たもんじゃないですよね。エネルギー自給率12%。エネルギー自給率が低いなんていうのは、それこそ僕ら子供の頃から、僕オイルショックの年に生まれたんですけど、50年間この国は何をしてきたんだ。エネルギー安全保障が全くできてないわけですよね。で、だから国際価格が上がれば、庶民が危機に陥るのは当たり前じゃない。そういう状態が続いている。まあ、少子化と同じで、突然来た危機では全くない。前から予想されていたものなんですね。それに対して、断熱は非常に効果を発揮するよということでもあります。で、日本経済で見ても、外国から購入するエネルギー価格が、2022年、世帯当たり67万円も払ってます。これは光熱費だけじゃなくて、いろんなものに転嫁されてるんですね。あらゆる、まあ、食品とか。で、国全体で33兆円払ってる。で、この年の日本の貿易赤字20兆円ですから、貿易赤字、エネルギーのせいで貿易赤字になってる。で、もっと再エネも増やさなきゃいけないし、省エネもやんなきゃいけない。どこの国から買ってるかっていうと、原因は中東。で、石炭、石油、ガスと石炭は、オーストラリアとか、インドネシアとか、あとロシアとかからも買ってましたよね。だからそういった国にどん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 お金をつぎ込んでいいんですか？どんどんお金が、日本はもうすでに貧しくなってきてる。それをどんどん海外に貢いでる。サウジアラビアの王族のプライベートジェットとか、豪華な食事とかになってるわけですよ。もったいなくないですか？省エネだったら地元の工務店でもできるわけです。地域で経済を活性化させることにもつながる。絶対そっちの方がいいんですよ。同じお金の使い方でも未来の投資になるっていうのは、個人でもそうですけども、地域社会とか国レベルでもまさにそういう話。ね。で、よく再エネ100%なんて無理でしょって言われるんですけども、それはもう今使ってる電力を全部再エネでも賄うって話じゃなくて、今の消費電力の半分を省エネしましょうと。で、50%の再エネを増やせば、それで100%再エネになりますよね。それがもう、世界でも常識なんですよね。だから、それぐらい省エネが大事なので、省エネ断熱って、なかなか、再エネの方は脚光を浴びる時があるんですけど、省エネの方はなかなか議論されてこなかった。みんな意識なかった。でも、誰にでもできることがあるんですよ。それが、まあ、一番効果的な断熱なんですよ。ということをですね、逆転の鍵は断熱なんだ。あります。まあ、詳しくは僕の本を読んでいただければもと思うんですけども、ざっくりと断熱が日本も地球も救うというお話をさせていただきました。で、まあ、この帯に新しく、四刷りになった帯に、新しく半沢直樹の作者の池井戸潤さんの推薦文というのが入ってですね、自分の住んでいる家が普通の家だと思っているかもしれないが、国際的に見るととんでもなく寒い家に暮らしているという指摘が目から鱗であった。半沢直樹の作者に目から鱗を出させたっていうので、ぜひですね、読んでいただければと思います。まあ、できればですね、断熱ドラマとか作ってほしいんですけど、決め台詞は、断熱を倍返しだ。そういう感じですね、ぜひ。希望のある話ですから、皆さんも内窓をつけるところから
ャレンジして効果を実践してもらえればと思います。どうもありがとうございました。